髪は髪の毛の髪は髪ヘアはこんな感じになります。髪ちょっと聞こえないかな。髪髪髪よ髪よ、うん。書き方としてはこう書いた方がわかりやすいかな。髪髪ってなります。うん。もうそれ知らないよな、ダメにゃん。それ出てこなくないかな、わかんない。ちょっと待って、一応見てみるね。おお。うん。違う言葉でなら出てくるけど、それだけだと出てこないね。うん、ごめんね。出てこないとちょっとわかんないんだ。うん。あ、ブラインドさんにゃん。ハラハラ。Thank you for coming. ありがとう。お帰りにゃん。わかんわかん。そう。ね。ペーパーの方でしょ？ペーパーも一緒だね。ペーパー。ペーパー。髪。髪を。なんかね、発音難しい。髪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 。コットの方は？神。コットの方が神。神。かが強い感じだね。コット。カー is on the little strong カミ。うん。こっち、カミ、カミ。アクセント難しいね。Thank you, ありがとう。うん。そう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 。いろんな髪があるからね。うん、チューイングの方がごめん、あんまなかった。噛み合わせってなって、噛み合わせ、せで、ちょっと最後降りる感じになるんだけど、神だけだとないからわかんないね。キザにはそんな感じ。そう。大丈夫かな？そう、雨はレインだね。アクセント難しい。私も難しい。そう。ヘアコート。神様？髪の毛の神様？オッケー。というわけで、次の問題に行きましょう。いけるといいな。Okay, so next lesson, next question. まず、次は、正しい助詞を選んでね。Please select correct particle. あそこ、パンダ、いるよ。何が入るかな？わかるかな？What would be the word to put in the blanks? なんだかわかる？答えは？そうなの。正解ね。なんだ。正解です。ありがとう、サンダニャン。サダリゴニャン、トレッタニャン。Thank you very much, どうもありがとう。あそこにパンダがいるよ、になります。答えは、に、がになりますね。2は location of existence. パンダがいるところなので、あそこにいるよ。パンダがいるよ。なので、2を使いますね。で、何がいるの？パンダがいるよ。
っていうことで、ガーがサブジェクトになりますね。うん。そう、でを使いたい場合もあるよね。わー、I got me night. うん、イエスイエス、よかったよかった。うんうん。そう、もう一問ね、似たような問題にすると、例えば、あそこ。ちょっと変わったよ。どうなるかな。これの場合だと、どんな助詞が入るかな。うん。そう。What would be the word to put in the blanks? うん。何が入る？遊んでいる。うん。そう。遊んでいる。大丈夫、大丈夫。大丈夫。うん。そうで、うんと、遊ぶ、遊んでいるっていう風になると、アクションを伴いますね。うんうんうん。そう。これね。遊んでいる、遊ぶ。is a action? うん。そう。なので、使うのが、うんうんうん。あ、そうだよね。あらあら、来てくれてありがとう。welcome, welcome, どうもありがとうにゃん。いるよ。うん、thank you, どうもありがとう。うん、マギュさんにゃん。welcome, thank you, どうもありがとう。うんうん。そう。ね、これでどうなるのかっていうことなんですが。うん。ではにゃん、パチパチありがとう。ブラインドさんにゃん。Thank you, answering. どうもありがとう。で、がんになります。その通りです。Thank you, みもち。どうもありがとう。草じゃないよ。うん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 。さあ、サギューにゃんも正解。どうもありがとう。ぬまみにゃんも正解。どうもありがとう。うんうん。そう。遊ぶ、アクション？うん。行動になるよね。うん。そうなると、アクションの時は、例を使いますよ。うん。そう。で、is place mark, place marker. うん。そう。a place where an action or event takes place. うん。そう。where an action. そう。の時のプレイスマーカーになりますので、うん。そう、遊ぶはアクションになるから、ここは、でが入りますね。そこで、パンダが遊んでいるよ。うん。で、これの意味は、The panda are playing over there. うん。で、あそこ、で、パンダ。ごめんね、パンダが、遊んでいるよ。になります。あ、蜜でにゃん。はらはら、Thank you for coming. お帰りにゃん。わかわかんだもありがとう。あ、サージュさんにゃん。今日はお休みだから来てくれたのありがとう。Thank you, どうもありがとう。おやっかん、どうもありがとう、嬉しいです。どうもありがとうにゃん。うん。そうね、あそこでパンダが遊んでいるよ。うん。え、さっきやってたのは？もう一回復習すると？あそこに、パンダが、いるよ。うん。あそこに、パンダがいるよ。となると、うん。そうに、に、うん、にいるよ。になるから、is location, うん、of existence. そう、になるから、
にが入るよ。うん。にいるよっていう形で覚えちゃった方が早いかもしれないね。うん。ここにいるよ、あそこにいるよとも言うし、間にパンダがとか入れてもいい。あそこにパンダがいるよ。うん。あ、にはロケーションオブエグジステンス、存在があるときはにを使います。うん。で、アクションがあるときはでになります。うん。Both are the place maker, place marker. うん。どっちも、場所を表すものにはなります。うん。OK かな？大丈夫かな？うん、うん、うん。エグジステンス間違えてる？私大丈夫かな？ここ違うね、本当だ。Thank you, ありがとう。エグジステンス？エグジステンス？うん、ありがとう。Thank you。うん、うん。そう、うん、レイニャン、ハロー、天気ぽかみ、おかえりニャン。もう月曜日だね、そうだね、早いね。今日、今週も頑張りましょう。うん。あ、にいるの、is where they are located。 うんうん、そう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 、OK？ うん、パンダそっちかなありがとう、Thank you。 うん、パンダ is popular in Japan。 うん、パンダはね、日本で人気がありますね。うん、よくね、アニメとかにも出てきますね。パンダ興奮したってアニメ。うん、 OK、 so next。 うん、次はじゃあしりとりをやってみましょう。うん、 so let's do word chain game。 うん、しりとりになりますね。うん。しりとりはね、主に名前を言います。しりとりで始まったら、D で始まる言葉を教えてね。Please tell me the words that start with D。うん。And the noun, please。うん。そう、ものの名前を教えてもらえると助かりますね。うんうんうん。早いね、早いね。Thank you very much, どうもありがとう。うん。そう、でもにゃん。離乳食いいね。Thank you very much, どうもありがとう。うん。難しいね。うん、それから、トレットにゃん、リンゴ、そうです。Thank you. どうもありがとう。リコ。あ、んがついちゃったね。次に続けられないので、んがつかない方がいいんだよ、サンドにゃん。うんうん。そう、you can't end it with ん。そう、でもね、ありがとう。Thank you。うん。そう、スクリーンの向こうに猫がいるよ。うんうん、そういう言い方もするね。うん、ありがとう。にいるよ。うん。ね、そのセットで覚えちゃうといいかも。うん。で、遊ぶよ。にいるよ。あー、これがアクションだから。みたいなね。うん。そう、それで、リだから、リだから。リから始まるよ。料理、あとも、ね、上級者来た。ああ、ポカ、大丈夫、大丈夫。Thank you, どうもありがとう。うんうん。どうもしよう、助かります。ありがとう。にゃんみさん、にゃん。ハロハロ、Thank you for coming。おかえりにゃん。わかわかん、どうもありがとう。ようこそ、いらっしゃい。うんうん。そう、まずは、んで終わる単語はダメですよ。うん、次に続けられないの。なんとかっていう言葉はないので、ゴロンゴロとかあるよね。地名でさ、日本じゃないところだとあるんだけど。日本語には、で始まる言葉はありません。
もうないとされてます。うん。There are no words in Japanese that start with ん。うん、なので、うんはつかないようにします。なので、こういうふうに、うんがつくと負けることになります。So, if you add んto the end of your sentence, your words, you will lose, okay? がつくとコフィニーがつくと負けちゃうよ。気をつけてね。にゃにゃーとかね、もね、そんなくはないんだけどね、ものの名前としてはないよね。うわーにー。言うねん。困るねん。でも、基本的には、その名前を言います。ものの名前を言うルールがあります。そう。そう、ではな。rules for saying the names of things. なので、名前で、で始まるものはないかな。そう。you can't use verbs. so or adjectives, right? Yes. Basically, can't use it.Thank you. そうなの。というわけで、論理じゃないか、倫理か。倫理かな？あ、そっか、ありがとう。ごめん、私が間違えてるのね。そうだね。それから、あ、たまもちゃんありがとう。こんちゃん。わかん。どうもありがとう。そう、たまもちゃんも白雪だよね、白雪。さっきね、白玉団子の話をしてたんで。そう。あ、じゃあ、やっぱ最初、ロンリーって書いてあったよね、そう。ね、人弁にするとリンリーになるんだよね、そう。そう。だから、あれ、私も見間違えたかなと思ってたの。よかった。今やっていくと、リーがつくもの何があるかな、離乳食。よく覚えてるよね。離乳食。とか、リンゴ。アップル。ああ、離乳食は何かって？ベイビーミル。あ、ベイビーフード。ベイビーフード。離乳食は、ベイビーフード。で、リンゴは、リンゴ、アップル。だね。で、それから、料理。ともにゃん、ナイス。どうもありがとう。料理、いいね。そう、リーで始まって、リーで終わるから、次の人もリーを考えなきゃいけないから、これはちょっとね、高度な技になります。高度な、しりとりになります。It become an advanced word chain game. So, start D and D. So, next time,
One more again. Restart re. うん。So it's a bit difficult. これ繰り返すと難しくなるよね。次の人もまたリーって考えなきゃいけないか。へってなる。リンゴだったらゴリラになるんだけど。料理、え、リじゃあ、リカとかそういう風になってくるね。うんうん。なんで、それから、リーダー？リーダー？なんだろう、リーダー。あ、リーダーか。なるほど、ありがとう。リーダー。うん、いいね、いいね。ナイスナイス。Thank you, サンダニャン。リーダー、いいね。リーダーかな？リーダー。エルだよね。リーダー？うん。そうそうそう。Thank you. 両親。あ、すごいきゅんにゃん。両親もいいんだけど、もう、音がついちゃうと、負けなんだよ。そう、ごめんね。うんうん。語尾にね、音がつくと、んで始まる名詞がないんだよね。んで始まる言葉って書いてあるんだけど、名詞がないので、うん。それでね、んで終わらないようにしてやるっていうルールがありますね。うんうん。そう、すごい難しい言葉だし、よかったんだけどね。ありがとう。Thank you very much。うんうん。それから、そうそうそう、リンリ。ありがとう、ありがとう、ななみにゃん。さあ、リンリ。リンリって、英語で何？Ethics, ethics. Ethics, ethics になるのかな？うん、うん、うん。あ、倫理。うん。で、それから？うん、just now. そうなの。名詞だけになっちゃうんだよね。あ、ベルモットにゃん、久しぶり。ありがとう。long time no see. Welcome. Thank you for coming. ありがとう。How are you? 元気かな？うん。おかえりにゃん、どうもありがとう。うん。そうそう。ね。ヒルにゃん、離乳食だね。離乳食。リンゴ。リになるね。リだよ。うんうん。リンゴスター。美味しいよ。離乳食は、離乳食美味しい？美味しいのかな？覚えてないな。うん。リンゴ、ガリラ、タッパ、うん、スタンダード。そうそうそう、そんな感じでね、言うね、最初ね。うん。そうで、リス。あ、リスもいいね。Thank you very much. Squirrel? リス。うん。うん、どうだった？待って。リス、すく、すく、い、すく、ここが、愛？愛？あるある言える？かな？だね。うんうんうん。そう、ベンモタニャン、天球さんもありがとうニャン。うんうん。そう、リーダー合ってる？これで。リーダー？大丈夫？うん。あ、龍神。あ、だから、うんが、うんがついちゃう。そんなにゃん。Thank you. ありがとう。うんうん。あ、うんうん。マーブルにゃん、ありがとう。これね、リア充ね。すごいね、ありがとう。Thank you very much. ほんとね。リア、リア充。リアルに充実して、リアルで充実している人
だったと思うんだよな。うん。そう、アンディア、アンドフルフィリングパーソン。うん。インリアルかな？リアルフルフィリングパーソン。うん。そう、主に、お付き合いしている人のことを言います。Now, it mainly refers to the person. have a boyfriend, have a girlfriend. そのことを言いますね。リア充。リア充。すごいよね。Thank you. ありがとう。ダブル、ダブル運がつくかな？どこかな？あ、倫理？あ、倫理。あ、ほんとだ。ちょっと待ってね。これ、ローマ字で書くとき倫理って書いちゃうからね。うん。N を2回書くと日本語で、ローマ字で入力するとき？で、入力するときは、N を2回押すと、そうそう、皆さん海外の方ですね、日本語使ってらっしゃる方も、本当に、皆さん本当に詳しいんですよ。全然ね、いつも教えてもらってます。日本語でローマ字を入力するときは、N を2回押すと、O になります。So, when typing in Japanese, using ローマ字, press N twice to make it N になりますね。だから、倫理。ここ N2 つになっちゃってたんだけど、倫理。って書くときは、倫理って書きますね。そうすると、ひらがなで N になります。これが、になります。そうそう。Baby food comes from apples? リンゴの後に来たね。さあ、みつでにゃん、レイニャン、ごめん、ありがとう。Thank you very much, ともありがとう。スクエル。さあ、愛だったんだね、ありがとう。Thank you very much. 教えてくれて助かる。あ、理由もいいかもしれん。あ、竜か、竜ね。ドラゴン？竜の感じね、いっぱいあるよね。リアジュ怖いかな。リラックスもいいね。Thank you, どうもありがとう。待ってね。竜はね、二つあるね。どっちも竜って読みますね。竜。で、意味はドラゴン。そう、こっちの竜のが大きいイメージがあるな。My image, this is, bigger than this one. そう、違うの？なんだろうね。竜と竜のね。違い。みんな気になるよね。どっちもドラゴンだけど。なるほど。こっちが、こっちは、どっちかというと、蛇っぽい感じなんだって。
でも、ゴジラにも似てるって言ってんの。ほんと、うん。This view is from China. うん。こっちが中国から来たものだって。うん。でも、難しいね。こっちは蛇っぽいんだって。蛇。スネーク？うん、like a big, large snake? うん。そう。This image is ゴジラ？うん、これがゴジラのイメージで、こっちのイメージは、ドラゴンボールの竜みたいなやつだって。うん、This one is, ドラゴン in ドラゴンボール。うん、こう、ニョロニョロしてるから、ニョロニョロしてる長いやつ。Long and thin, is this one. Then, this one is not longer. うん。あー、でもちょっとわかんないね。ちょっと調べた限りだと、こんな感じかな。オッケー。で、それから、リラックスもいいね。Thank you very much. どうにゃん。ナイスナイス。リラックス。うん。もう、今日のね、BGM リラックスできるといいなぁと思って選んだんですが、大丈夫ですか？うん。あー。で、それから、うんうん。タートル漢字。おー、カメとかそういうのに似てる？うん。カメはまた別な、あれだよ。カメ。カマジだよ。あれ、タートル。タートル。うんうん。カメって読みます。カメ。うん。さあ、ジョーに教えてくれてありがとう。Thank you. ヒルにありがとう。ライトにも Thank you. どうもありがとう。うん。ペットに竜を飼っています。いいなるかな。で、竜 in the farm or come on your side?ありがとう、ジョンニャン。リア充。あ、リア充。リア充、そんなに覚えなくてもいいんだけど。カッパちゃん、ありがとう。Welcome. Thank you for coming. おかえり、おかえり。どうもありがとう。ようこそ。Thank you. どうもありがとう。旅行もいいね。旅行もいい。ナイスナイス。トラベリング。旅行もいいね。リーがつくものこんなにあるんだね。ナンフェル。旅行、トラベル、オートリップ。リューの細かい違いは私もわかんない。今出てきたものを見てちょっと言ってたんだけど。あ、リゾットはリゾットって言うよ。そうそう、蜜でにゃん。あ、ちょっと待ってね。ブラインドさんにはごめんね、ごめんね、ありがとう。略は、Thank you very much. どうもありがとう。で、リゾットはリゾットです。イタリアの、香水？そう言うとなんか台無しな感じがするけど。ねえ、竜どっちか難しいね、たももちゃん。あ、リゾート。あ、リゾートもいいね、蜜でにゃん。あ、蜜でにゃん、リゾート、OK。リゾートも OK。Thank you。リゾート。リゾート。お、待て。リゾート。リゾット。似てるね。リゾッ
リゾット、リゾート。うんうん。ここが違うだけだね。うん。そう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 。うん。うん、ジョーニー、ありがとう。何が言いたいのなんで？カフェは？犬っていう意味じゃない。ん？うんうん。そうで、他がにオッケーかな？うん。ねえ、英語もなんか似てるね。うん。リゾートでリゾットを食べた。オッケー。Thank you very much. ありがとう。リゾットのリゾットはないかな。リゾットのリゾットはないけど、リゾートでリゾットを食べたはあるね。みつるにゃん、Thank you. ありがとうね。うんうん。そう。リゾットパラダイスっていうのがもしあったら、リゾットパラダイスはリゾートかもしれない。オッケー。うん。次はこのぐらいにしましょうね。Thank you very much for answering. いっぱいあったね。こんなに出てくるとは思わなかったね。離乳食、ベイビーフード、リンゴ、アップル、料理、あ、料理、あとミル。カタカナと発音したときは似てますか？んと、リゾートとリゾットはプロナウンスが全然違う。ちょっと待って、英語で聞いてみようね。うん。リゾートとリゾート。あ、リゾットになるんだね、本当にね。リゾットになってる。んーと、ごめんね、今、これね。うんと、日本語だと、リゾットって言うんだけど、英語だと、リゾットって言ってたの。リゾートとリゾット。あ、違う、ちょっと待って。Resort and Risotto。うん。リゾートってなってたね。うん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 。面白い。うん。で、こっちは、ゾになってたね。リゾート。うんうん。でもこっちそうなんだ。あ、知りたい、面白いね。ありがとう。ドラマのタイトルっぽくなってきた。あるかもしれないね。うん。D の対策はこれでね、もう完璧かな。うん。そう、というわけで、リーダーとかね。うん。そう、リンリーとかね。うん。エスティックス。うん。それから、ディスはスクエア。スクエロリア充うん。なんで、リュー、ドラゴン。うん。リラックス。うん。それから旅行。うん。トラベル。うん。トリップ。うん。とかになるね。OK! Thank you, everyone. どうもありがとう。うん。では、次の問題に。行ってみましょう。さあ、次の問題はこちら。じゃじゃん。おあ、これでいけるかな。うんうん。あ、ブラインドさんにもありがとう。Thank you。はい、答えてくれてありがとう。うん。よし、じゃあ次の問題いきますよ。そう、next question。うん。そう、この言葉の漢字はどれかな？音読みで剣、訓読みで見る。meaning, see, look at. どの漢字？わかるかな？どれ？ある？So, what would be the word? So, どの言葉になる？そう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 。Thank you, みんな、チャンサリング。ありがとう。
だね、そうだね。そうそう、足が生えてるね。うん。はい。では、答えは？うん。The answer is reason。うん。この字になりますね。ちょっと待ってね。これを出してこう。これね。うん。答えはこの字です。書きますね。見えないからね。目を描きます。目から2本足が出てきました。見る。I, this candy is I, and this candy is, like a leg. そう、こんな感じ。太郎のお父さん、うん、の目、うん、怖いね、怖い怖い、うん、見る。これが訓読みで見る、うん、になるね。で、これが訓読みね、見る。で、音読みにすると、見。見物とか見学とかになりますね。うん。意味としては、see とか look at などになります。うんうん。あ、目玉の親父。ね、ちょっと見えるよね、この見っていう字ね。うんうんうん。あ、thank you for answering. どうもありがとうにゃん。うん。三つでにゃん、正解。彩りがにゃん、正解。三だにゃん、正解。レモンにゃんも正解。うん。セカンドナミにゃんも正解。ありがとう。うん。クラにゃんも正解。ありがとう。うんうんうん。さあ、見ています。そうだね。ありがとう。Thank you, みる。うん。っていう字だね。うん。さあ、みって書くときは、うん。みかんかな？これなんだろう？わかんない。What fruit？ あ、わかんない。なんだろう？青いみかんに見えるけど、なにこれ？ What this？ ゆっちーにゃん、ありがとう。先生、うまくない、うまくないね。練習してないもん。それから、メルモンとニャン。うん。So, anyone know how much will you last this dreaming? ん？前回の配信が？うん。いつ行われたかって？あ、これが？あと、あとね、2時間ぐらいやってるよ。Sorry, my streaming is long. うん。So, and, It will continue around 2 hours. こんな感じで2時間やるよ。頼めてありがとう、褒めてくれて。I hope 2 hours more. Ah, yes, yes. そう、そんな感じ。あ、どれたにゃん。Thank you very much. どうもありがとう。うんうん。Thank you. ありがとう。助かります。うんうん。あ、ベルモンたにゃん。Thank you. どうもありがとう。というわけで、この字ですね。うん。で、他にも似てるような字がいっぱいあるね。そう。見るによく似てる感じに。そう、これが見るだったでしょ？見る。うん。待って、もうちょっとちゃんと書かないとね。見る。で、見るね。似てる感じでね。かなり似てるよ。ここまではだいたい一緒なんだけど、ここが違うの。Last stroke on, different. ここだけが違うんだけど、これで違う感じになっちゃうの。
違います。うん、で、この漢字は何かっていうと貝になりますね。うん、貝、シュこんな感じ、貝、うん、シュ、うん、そうになりますね。これはホタテ貝のつもり。うん、で、うん、すごい似てるからすごい紛らわしいね。うん、で、それから月もちょっと似てるかな。もん、あ、でも結構違うかな。どうかな、月、もん、うんうん、こんな風にね、いろんな似てる感じありますね。気をつけましょう。Be careful. アミーブ。じゃあ次行くよ。次は、うん、わかるかな。友達と別れるときに使う言葉を選んでね。Which are the words you will use when saying goodbye to your friend? うん、お友達と別れるときに、なんて言うかな。うんうん。あ、うん。あ、みつれにありがとう。うんうんうん。そうね、それから、うん。Thank you。 うん。誰かな？お元気で。おやすみ。またね。失礼します。うん、ちょっとね、これ、紛らわしいの一つ入れちゃったね。うんうん。So, what if you always like dismissing yourself formally to friends? あ、丁寧に言うとき。お元気で、あんまり言わないよな。うん。元気でね、元気でねとは言うかな。そう、さらばじゃないよ。さらばってあんまり言わないかな。あ、ようにゃん。ハロハロ、Thank you for coming。おかえりにゃん。どうもありがとう。ようこそようこそ。Welcome。Thank you。どうもありがとうにゃん。うん。そう。これはね、ちょっとこう、友達じゃない人に言うときは、うん。お元気でーとかね。先輩自分より、先輩、上司って言った方がいいかな？自分の上司や、上司、うん、自分の上司の時は、失礼しますを使います。お先に失礼します。先に失礼します。うん。Your boss? Hold on. Using? お先に、に、失礼します。でも、ボスだけじゃないの。会社かな？ビジネスにしとこう。ビジネス。ビジネスの場合は、お先に失礼しますって言いますね。うん。そう、when saying goodbye, in your company,
うん、コンビジネス。お先に失礼します。って言いますね。うん。で、これが、友達の時は、your friend。友達の時は、またね。See you, see ya. みたいな感じかな。うんうん。またねとか、元気でねとかね。うんうんうん。で、それから、うん。おばあちゃんとかね、年上の人に、言うとき、When speaking to an older person, お元気で、お元気で、またねじゃなくて、またお会いしましょうとか、お会いしましょうねみたいな感じで、たりもしますね。そう、こんな感じで、ヨーニャンが言ってくれたんで、またねって言ってくれたのは、ドレッドニャン、ブラインドニャン、それから、ナダリがニャン、Thank you! どうもありがとう。で、で、なんでさらば。ティモニーニャン、ハロハロ、Thank you for coming!帰りにゃん、どうもありがとう。いらっしゃい、ウェッカン、ウェッカン、どうもありがとう。そう、夜だったらおやすみ。じゃあね、またね、おやすみって、言わなくはないね、本当に夜だったらね。あ、電気ありがとう、ともにゃん。そう、ようにゃん、ありがとう。会いたくない、たりは。そんなこと言わないよ。ブルニャン。そんな会いたくない人いないでしょ。ニャンニャン、たくさん話したい。いいね、いいね。ありがとう。ね、あとね、サラバ。もうなんでサラバとか言ってんのかな。サラバっていうのは、もうまず使わないよね。テキストなの？テキスト。サラバっては言わない。どうなの？漫画とかだったら言うかもしれない？そう。だけだね。Not daily conversation. サラバって言わないよ。じゃあ、サラバだ。おかしいからね。Don't use daily conversation. Okay? サラバって言っちゃダメだよ。ですかね。そう、ヨーニャンが言ってた。例えば、ヨーとかよく言うけど、それは最初の挨拶だね。ヨーとか。それは、男の子の友達に、はい、みたいな感じなんだけど、もっと軽いんじゃないかなぁ。友達同士。会った時の挨拶。かな
仲がいい。そう、a greeting between close friends or boys when they meet。 うん、そう、close friend of boys。 そう、っていうのは男の子同士で言ってる感じかな。女子はあんまりよーとか言わないね。うんうん、 OK かな。うんうんうん、そう、で、あ、よーよーよー。それなんか違うね。それラップかなんか乗ってるね。あれ見つけじゃん。あれ？あ、また後でね。うん。I kind of remember hearing. また後でね。うん、うん。あ、また後でね、も言うね。ほんと、友達に言うかな。またね。うん。また後で。また後で。うん。See you later になるね。また後で。うん。そう、後で is later。そう、see you later。またね is see ya。うん、see you。になるかな。うんうん。よー、やっほー。あ、こっちのね、はい、みたいな時は、よーとか。やーとか。やーとか。うん。や、やっほー。うん、やっほー。うん、やっほー言うかな。うん。なんかこんな感じだね。うんうん。お友達また後でねーとかね。マンブルにゃん。そんなこと言っちゃダメですよ。確かに言うね。さあ、うん。はい、どうもありがとう。Thank you, みもちぶにゃん。うん、さあ、greetings。さあ、あ、まあ、無難なのはお先に失礼しますのね。お先に失礼します。in on business。おわ、ほんと、目上の人？うん、to older person。 うん、お先に失礼します。うん、is very polite and、 うん、そう、丁寧で、うん、good impression。 とってもいい雰囲気になるかなと思う。うん。うんうん、え、友達だったらまたねとか、また後でねとか、また後でとか、そんな感じが多いかな。うんうん、ね。Thank you. OK, じゃあ次行きますよ。うん。じゃあ次は、これの反対の言葉はどれですか？うん。反対の言葉はどれかな？What is the antonym of this word? These words. これらの言葉の反対語、対義語はどれになりますか？ということで、ちょっと見づらいんですが、この二つですね。うちと中って言うんですけど、ちょっと書いてた方がいいかな。うち。うん。うん。これの。ね、マイブルに配信しないの？大丈夫なの？ここにいて。うん。なんか申し訳ない。大丈夫かな？せっかくのお休みなのに。うん。で、これ何かな？ What is the antonym of this word?
慎太郎にゃん、ハロハロ、Thank you for coming。 おかえりにゃん、どうもありがとう。うん、そう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 。え、なんでなんでここにそういえばいるのかなってありがとう。うん、せっかく休みなのに。うん、大丈夫なのかな、お引き止めしてないかな。うん、だってなんかだって申し訳ないなと思って。うん。うん。始めるときは今から始めるよって言っていいんだからね。で、それで、ちょっと、うん。レモンにゃん、そったかな。ちょっと待ってね。どれがいいかなっていうところだったんだけど、Thank you very much. どうもありがとう。おや ?Thank you very much. ありがとう。Study Creations さん。Thank you. Nice to meet you. Welcome. どうもありがとう。いらっしゃい。ようこそようこそ。Thank you very much. うん。ありがとう。来てくれて嬉しいです。そう。We are studying Japanese. うん。So today, Japanese quiz lesson. うん。Thank you. どうもありがとう。うん。誰とにゃん、あともにゃん。どうもありがとう。Thank you. どうもありがとうにゃん。うん。で、今日はゆっくり休むんだ。そうなんだ。うん。まあ、たまにはそういう日があってもいいよね。いつもね、一生懸命やってるから、あれ?と思って。うんうん。ありがとう。で、これらの言葉の対義語として、どれがあるかなっていうことなんだけど、うん。候補として、どれかな。うんうん。あ、which answer? どの答えが正解ですか？うん。which answer is correct? うん。どれかなっていうところなんですが、みんな答えてくれてありがとう。 Thank you for answering. Thank you very much. どうもありがとうにゃん。うん、まあ、The answer is 外になりますね。うん、この答えは外になります。 Thank you very much. ありがとう。で、外だとレモンにゃん、正解ありがとう。うん。なんか、慎太郎にゃん、正解ありがとう。うん。それから、そうそう、カバにゃん、外。うん、そうそう。うん。うん、2番目外だよ、カバにゃん。そうそう、Thank you very much. どうもありがとう。うん。そう、外になります。ね。外の意味は、outside になりますね。外 means outside。うん。で、ないとか、1って読むんだけど、うん、ない、and、内、うん、inside。The mean is inside になります。で、それから、これは中とか中とか読むんだけど、中、中、まあね、インサイドになりますね。うん。なので、
These words, antonym, is outside. 外になります。うん。大丈夫かな? Thank you. うん。そう。中学生、そうだね。中学生もそうだね。中にはいろいろ意味はあるんだけどね。うんうんうん。例えば、使い方としては、学校の中。うん。学校の外。ごめんね、これ漢字で書いちゃった。学校の中と学校の外。うん。学校の内側という言い方しますね。内側。この外側。こんな感じで使うのね。うん。そう。んで、こっちはインサイド。インサイド。こっちがアウトサイド。うん、うん、うん。他はイズサイド。これがサイドっていう意味になるね。うん。箱の中に何が入ってるかなとか、この箱の中身をとか、中身とかそういう言い方もするね。うん。OK。Thank you. どうもありがとう。じゃあ次ちょっと行ってみますよ。これなんか最近、やったのと似てるからできるかな。うんうん。じゃあ、この言葉の、この言葉と同じ意味の日本語はどれですか ?Which Japanese word has the same meaning as this word? A motorcycle. うん。あ、これこの前やったね。うん。We learned this word.Last Wednesday lesson. Thank you. どうもありがとうにゃん。モーターサイコー。Thank you. どうもありがとう。というわけで、これの答えは、バイクになりますね。バイクです。モーターサイクル means バイク。うん、in Japanese。日本語でね、バイクっていう言い方をします。レモンにゃん、サンダにゃん、ダダリゴにゃん、ジョーにゃん、アレットにゃん。Thank you very much. どうもありがとう。うん。そう。他にも、モーターサイクルはね、オートバイ。うん。このままモーターサイクル。うん。自動二輪車などの言い方があります。ね、バイスコール、チャリ、電車になりますね。まあ、日本語ではバイクとは言わないです。うん。そう。It doesn't say, バイスコール、is bike. うん。自転車、バイスコはチャリか自転車でバイクとは言いません。うん。そう。オッケー、白バイ。よく知ってるね、白バイ。そう、白バイっていうのはね、白バイ。なんか警察の車なんだよね。白バイって、白いバイクだからなんだけど、白バイ、よく知ってる。警察のバイク。警察のバイクでいいのかな?ポリスバイク?ほんと?うん。見た。白バイ。白バイ。言いますね。警察のバイクの子で。Police bike? うん。こんな
感じのかっこいいね。うん。そう。ハイスパイク。結構ね、でっかいんだよ。見たことあるけど。うん、かっこいい車、あの、バイクです。大きいよね。そう。何 cc とかよくわかんないんだけど、なんか大きい。なんか上手なんだよね。うん。忘れそうだよね。消しちゃったもんね。失礼しました。うん、白バイっていうのもありますね。うん。そうだね、なんかね、ヒーローみたいな感じだよね。うん。かっこいいです。誰かヒーロー？うん。うん、ブーンって。OK、じゃあ次行ってみましょう。うん？あ、ヒーローにゃん。はなはな、Thank you for coming. お疲れ様、デアリンゴ。うん、そう、フレンドくん、あの、ミッション一緒だったんだよね、今回ね。Thank you. ありがとう。そう、じゃあ、next。うん。ほんと、カッコに入れる言葉を選んでね。うん。What would be the words?To put in the blanks. うん。ここ、必要でしょうか？ 5 つください。How many do you need? 5 please. うん。何個？どれが？いくら？いくつ？どれだろう？どれも当てはまるような気がするね。うん。そう。うん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 、確かに関西圏の言い方だとその言い方もあるな。うん。うん。もう7万ボルニャン。ありがとう。ほんと申し訳ない。ありがとうね。Thank you. ありがとう。うん。で、うん、そう、これの答えはね、いくつになりますね。うん、そう、いくらっていうのは基本的に how much、うん、になって、いくつっていうのは how many になりますね。なので今回はいくつ必要でしょうか？ How many になるので、うん、いくつになります。うん、うん。なので、答えは、ラダリゴニャン正解。どうもありがとう。うん、うん、うん。難しいね。何個必要でしょうか？もう言えなくはないけど、この英文を見てもらいたい。うん。さあ。うんうん。なみにゃん、ありがとう。うん。そう、これ曖昧だったね。Sorry, this、quiz is not good. うん、very vague. うんうん。確かに何個必要でしょうかって言うもんね。何個 is also correct answer? うん。何個必要でしょうか ?5 つください。言うな、言うね。うんうんうん。で、そう、いくら必要でしょうか？とも、関西圏の方だと言いそうな気がするんだよな。そう、いくつはね、how old のイメージが強いから、そう、それでね、いくつ必要でしょうかっていうのをやってみようかなと思ってたんだけど。うんうん。そう、いくつ is how old? うん。そう、Thank you, ありがとう、ジョンニョン。うん。そう、必要でしょうかっていうのだと、How many は How much? うん。あ、お兄様いらっしゃい。ウェルカムウェルカム。どうもありがとう。うんうん。そう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 。
つで答えてるから、つが正解になるんだよね。そうなんだよね。うん。そう、そうなんだよね。いくつ必要でしょうか ?5 つください。何個必要でしょうかって言ったら5個くださいね。そっかそっか、それだね。うん。ありがとう。Thank you very much。いくつ必要でしょうか。うん。たら、5つ。あ、ちょっと待って。書いてないね。5つください。うん。そう。How many do you need? Five, please. 2がつくから2で答えます。で、何個必要でしょうか。で、うんだ、5個くださいになるんだよね。5で聞かれたら、5で答える。うん。そういうルールもあります。うん。同じ How many? うん。How many do you need? How many do you need? うん。5 please. うん。Same. うんと、English. うん。But, うん。うんと、2 way. うん。2パターンあります。何個必要でしょうか?うん。で、こっちも2で聞かれた5つだし、何個だったら5個。これが、うん、例えば4だったら4つくださいになるね。で、ここは4個くださいになります。うん。ややこしいね。そうそうそう。それもあったんだ。うん、ありがとう。で、基本的に、いくらって聞かれたら、how many? あ、違う、how much? いくらは how much? が多いですね。うん、うん。になります。大丈夫かな?そう。ちゃんと答えにそう書いてた。5つと答えてるから、いくつが必要ですっていうことだね。うん。そう、つでも、こでもいいんだけど、助数詞を合わせる必要がありますね。Basically,you need to match the counter suffix. うん、2で聞かれたら2だし、こうで聞かれたらこう。うん。そうなります。大丈夫かな?あ、天気なのむにゃん、どうもありがとう。そうで、あとむにゃん、ありがとう。Thank you. 助かります。で、お兄様ごめんね。何歳?何歳ですか ?How old? Are you? とかなると何歳ですかになるね。にゃ?ウルフに来たのかな?いるよ。あ、チュッパカブラにゃんだ。ハラハラ。Thank you for coming. おかえりにゃん。Welcome, welcome. どうもありがとう。うん。ようこそ。Welcome. Thank you for coming.なんでそれでこう鳴らすのかな何人かいるんだよね。How old? 何歳?うん、何歳。っていう言い方もあるし、何歳ですか ?How old are you? あ、これも同じバージョンで、何歳ですかって聞かれた5歳です。5歳です。答えるし、いくつですかいくつですかって聞かれたら、5つです。になるね。そう、5歳ごめん、ひらがなって数字で書いちゃった。うん、5歳。何歳って聞かれたら、うん、suffix is 歳 ?5 歳。いくつですかって言われた。5つです。になります。
そう、Thank you. うん、ビアルピンありがとう。うんうん、チュパカブラニャンありがとう。Thank you very much. ダンカガニャンとカーン、Thank you. うんうんうん。ややこしいね。なんでそんないっぱいあるんだろうね。うん、オッケー、じゃあ次行きましょう。さあ、next question。これはわかるかな？あ、正しい漢字の組み合わせはどれでしょうか？うん。そう、この言葉の組み合わせはわかるかな？うん。に、ひ、ひに飲む。これ、あ、いいんだね、言って。暑い日に飲む。暑いコーヒーは美味しい。Hot coffee is delicious on a hot day. うん。漢字はどれかな？わかるかな？みんな暑いって読みます。So this 漢字。うん。Same pronouns. うん。All same pronouns. 暑い。暑いって読みます。But slightly different. うん、meaning. ちょっとだけ意味が違います。うん。どれが合うかな？わかりますか？うん、難しいかな？うんうんうん。すごいね、すごいね。Thank you. ありがとう。あ、ファーストショットかな。うん。Thank you very much. Welcome. どうもありがとう。二人、あ、二人クリエーションじゃん。Thank you. ファーストショット。ありがとう。アンサイング。Thank you very much. どうもありがとう。Thank you. そう、というわけで、これの答えは、どうなるかな。こちらになりますね。うん。暑い日に飲む、うん、暑いコーヒーになりますね、うん、この暑いっていう字は気温がこれね、この暑いっていう字は気温が高い時に使います。 Use when the temperature is high。こんな感じでね、気温が高い時にこの漢字を使います。うん。で、意味はホットになりますね。暑いって読みます。うん。じゃあこっちはどうなんだろう。こっちも意味はホット。あー、同じだ。訓読みも同じだ。暑いSame meaning, same pronouns. うん。そう、but, うん。This is using when the temperature of the object is high. うん。not air temperature. 気温じゃなくて、物の温度が高い時に使います。あとは、also used when emotions are high. うん。そう、なんかこういう風に、感情が高ぶった時にも、これを使いますね。うん。つまり、これが気温だけです。この暑いっていうのは、only, 本当 temperature? うん、air temperature。うん。そう、summer? Today is very hot. うん。in summer.今日はすごい暑いなーって言った時はこの暑いになりますね。うん。で、それ以外は、うん。other is this one。 他のものはこっちだと思った方がいいですね。うん。で、これは、heat。 うん。本当に温度の高いものっていう意味合いもあります。うん。
なので、コーヒーが熱いとか、お風呂が熱いとかね、物の温度が熱い時にも使います。と感情が高まった時にも使います。他にもちょっとあるので、まあ、こっちはその他。いや、さっきの日が2つある方が、あ、気温なんだなーっていうふうに思えるといいかなと思います。あ、ギフトにゃん、ハラハラ、天気ぽかみん、代理にゃんとんありがとう、すごくかわいい、もっとありがとう、そう、かわいいよね、これね。さあ、オンリー、夏限定、オンリーリミテッドサマーバージョン。というわけで、答えは、あ、レモンにゃん、ありがとう。あ、そもそも問題見ようね、もう一回ね。これね、問題ね。そう、暑い日に飲む暑いコーヒーは美味しいということで、正解は、暑いと暑いになりますので、これが正解ですね。で、レモンにゃん、正解どうもありがとう。ロダリオにゃんもありがとう。Thank you。で、スターリックにゃん、Thank you。スターリーにゃん、Thank you。どうもありがとう。正解です。ありがとう。かくがにゃん、どうもありがとう。世界中は、暑いだね。ひまわりにゃん、いらっしゃい。わかわか、どうもありがとう。ようこそ。で、4番目。あ、そうそう、4番目。まなみにゃん、正解どうもありがとう。あ、そう、ウェダー。ウェダー using this one。天候の場合が、この暑いになるね。あ、熱、こっち熱とも読むね。まあ、熱 using this one? 今日は、ね、熱がある。これは熱とも読みます。暑いだけじゃなくて、何書いたかな？熱っていう音読みもありますね。これね。熱。あ、今日ちょっと熱があってっていうときは、この漢字を使いますよ。でもね、おっきくな。あ、美味しくなるな。熱いコーヒーもこっちね。こっち。そうそう、トレットにゃん。Thank you。その通りだよ。ベロにゃん、ハラハラ。Thank you for coming。帰りにゃん。どうもありがとうにゃん。あの、ベルモントにゃん。Welcome back。どうもありがとう。Thank you。OK というわけで、次行ってみましょうね。私怖いね。私もここに推しが現れたらどうしようって思ったら怖くなっちゃう。忘れよう、現実を。はい、というわけで、読み方を教えてください。How do we read? これなんて読むの？二つ日？二日？二十日？二日？なんて読むのかな。This is special con reading。これね。熟字訓だからもう覚えるしかないのに。Sorry, this is only memory。
ちょっと、あ下準備しながらちょっと今なんか言った OK というわけで、うん、ちょっと聞こえちゃったかもしれないけど、答えはロドリゴニャンとかレモニャン大丈夫だったね。ロドリゴニャン、レモニャン、どうもありがとう。そう、2日です。Thank you very much. どうもありがとう。ヒロにありがとう、ジョンニャンに。Thank you. んで、ニューバン、そうそうそう、ナミニャン。Thank you. どうもありがとう。そう、Keep your head up.What does this sentence mean? あんた、カレンダーの読み方ですね。あんた、7月2日とかだったら、second of July? になるから、この日にちの読み方になりますね。セカンドデイ。Thank you. どうもありがとう。うん、助かります。ああ、でもね、Thank you. いいですから。大丈夫かな？というわけで、答えは、2日になりますね。Thank you very much. 2日になりますね。そう、2日。second days。で、20日っていう読み方もありますね。20日は、20th になります。こんな感じでね、結構読みにくいですね。スペシャルカンレーディングス。20日とか20日とか言いますね。似てるからね、ちょっと紛らわしいんだけれどもね。2日 ?20 日あと、1日とかもある、いろいろあるんだけどね。reading is a special reading called 熟字くん。熟字くん。special くん reading。こういうものになりますね。他にもいっぱいあるんだけどね。覚えるしかないので頑張りましょう。まこちゃんのカレンダーの、毎日ね、ツイートしてくれてるから、それを見るといいかなって思います。で、ここからね、大丈夫かな？これ言ってくとね、キリがなくなっちゃうから、この二つだけ覚えましょう。今日ね、二日。そう。でもね、知ってるね。3日、4日、5日、6日。そう。7日、8日、9日。いっぱいあるね。OK。じゃあ次行きましょう。というわけで、ここに入れる言葉を選んでね。宿題は終わりましたか？いいえ、していません。Have you done your homework yet? No, not yet. うん。微妙な調整ができない。見えるかな？見えるね。これを。このぐらい。
改めて見るとややこしいよね。問題作って、あ、これ問題になるな、とか考え出すと、あれって、うんとってなるときある。なんか、んみたいな。思うとまだは難しいよね。うん。思うとまだ結構似た使い方をしますが、うん。名前は？うん。答えてくれてありがとう。Thank you for answering. Thank you. どうもありがとう。ドドリオニャン、どう？宿題は終わりましたか？いいえ、まだしていません。というわけで、Thank you very much. どうもありがとう。ラドリオニャン、レモンニャン、カーゴニャン。Thank you very much. どうもありがとう。うんうん。そう、これの答えは、もうとまだになりますね。うん。どっちもいえになってたんだけど、うん。完了しているとき、うん。になるときに、もうを使いますね。もう means completion? 待ってね、完了。Completion. Completion. More means completion. いいえ、まだしてません。宿題まだしてません。っていうときは未完了の incompletion. まだ means incompletion. さあ、で、now は in addition とかね。also とかそんな風な感じで意味を何か他にも言いたいなっていう時に、使います。use when adding something more。なので、宿題は終わりましたか？宿題はもう完了したんですか？いいえ、まだ完了してません。まだ終わっていません。まだ終わっていませんを略してまだしていませんってなってるね。ありがとう。どうもゾンニャンいらっしゃい。Welcome. Thank you very much. Sorry. これちょっとわかりづらいね。もうは、completion。これだけ覚えましょう。more means completion。で、まだ means incompletion。行きましょう。ありがとう。あ、まだだよ。もういいよ。そう。かくれんぼ。hide and seek when we played hide and seek。もし、私たちがかくれんぼをしたら、もう一回、言うと、everyone said, まだだよ。まだだよって言います。そう、incomplete, もう、できましたか？もう用意準備できましたか？聞いて、まだ準備できてませんよっていうことになりますね。Thank you. ありがとう。じゃあ次はちょっとざっくばらんな問題になってしまいますが。そうなの。ごめんね。ちょっとわかりづらいに。いいでね。Sorry。Okay, so, next quiz. So, please tell me your Japanese translation of this. I see. So, 日本語訳をリプライで教えてね。I see っていうのは、なんて日本語で言うかな？そう、いろんな言い方があるよね。
レモンにゃん正解ありがとう。ドレヨにゃんも正解ありがとう。ヒーローにゃんもどうもありがとう。ナルトにゃんもどうもありがとう。そう、なるほど。なるほどね。とかね。うん、なるほどが多いかな。うんうん。確かに。あとは、わかりましたとかもあるね。I understand。ああ、I see。ああ、わかりました。みたいな感じで使ったりもするね。うん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 。そうそう。そうなんだ。とか、そういう感じでも使うね。うん。そう、Thank you。うん。これは簡単だったかな、I see。うん。So there are many different answers。うん。あ、なるほどーとかね。うん。わかりましたーとか、そうなんだーとかもあります。うん。Thank you. OK, じゃあ次。あ、ちょっと待って、見えちゃった。見えちゃったかな。違う問題にしよっか。OK, じゃあ次ね。Next question. うんうん。あ、わかったー。うん。あ？あ？あなたの日本語駅を降り、うん？うん？なんだ？うん？あなたの日本語駅をリプライ？あー、日本語。んー、ちょっと待って。答えが見えちゃうからね。日本語、訳ね。そう、訳を駅に見えたのか。これね。これが、あー、駅と確かに右側が似てるね。なるほど。ちょっと待って。書いてみようね。そうそう、駅昨日とかね、ん？おとといかやってるん？ん？おとといじゃない、水曜日にやったのかな？そう、last Wednesday we learned 駅。うん。そう。駅ね。駅。station。になるでしょ？で、役。あ、確かに右側一緒だもんね。よく見てたね。よくトランスレイトになりますね。うん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 。そう。テンション。そう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 。オッケーかな？うん、いいのにゃん。よく見てた。すごい。うん。では、次の問題いきますよ。うん。そうそうそう、ジャパニーズトランスレーション、そうそう。すごいね、ちゃんと見てるんだね。うん。というわけで、次の問題を見ていきましょう。そう、next question。次の問題は、漢字を選んでね。答えどれかな？ What is the answer? うん。そう、学生、student、正解、correct answer。そう、どの漢字かな？ What is the answer? そう、どれが答え？わかる？どの漢字がどの漢字になるの？うんうんうん。うん、基本的には N5 ぐらいでやりたいんだけど、どうしてもね、似たような、ものがなくて、ちょっと上のか、漢字が入ってしまうこともあるね、ともちゃんにゃん。うん。そうで、
Thank you. ありがとう。何番目かな？どれかな？っていうことで、答えは？うん。答えは、生という字と正しいっていう字になりますね。学生、正解、この字になります。これね、学生、正解。うん。というわけで、合ってたのは、レモンにゃん、それからななみにゃん、ヒーローにゃん、ナダリオにゃん。Thank you! どうもありがとう。うん、そう、good job! よくできました。うん。そう。で、この、正という字は、correct justice。うん。正しい。まさに。と、正月の章とかね。うん。今回の正解の正っていう風にも読みますね。うん。あ、正義もあるね。そうだね。その通りだよ。うんうんうん。で、それから、こっちは、うん、学生の正は、うん、生とも読むね。生まれる、生きる。うん。が、本読みだと、生年月日の生とかね。うん。学生の生。そう。誕生日の章。うん。だね、誕生日で連絡で濁っちゃうから、上になっちゃうんだけど、章だね。うん。出生地とか、うん。いくつかありますね。うんうんうん。そう、正義はジャスティスね。うん。そう、生きる。うん。生きるのは大変だ。生きる。なんかこういう風に書くよ。あ、見てないね。そう、生きる。生まれる。生。訓読みだけでもこんなにあるね。うん。生きる。生まれる。生まれる。生。うんうん。まあ、先生のせいもそうだね。そう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 。ありがとう。うん。これが訓読みね。訓リーディング。音読みは、正義、学生。あ、ちょっと待って、正義って書いて、学生とか、先生とか、ね、いろいろありますね。うん。で、それから、生年月日とかね。で、章。章っていう読み方をすると、うん。出生地。うん。誕生日。うん。とかね、ありますね。難しいね。ごめんね、この漢字難しいね。レイとか章って読みます。うんうん。そんなにレイレイ、そうなのいっぱい読む。うん。ね、だからこの読み仮名で変わっちゃうのね。同じくんだけど、訓読みなんだけど、生きるって書いてたら、あ、生きるか。生まれるって書いてたら、生まれるか。ややこしいね、ほんとにね。うんうん。そう、こんな感じになります。うんうん。以上かな。では、次の問題行ってみましょう。OK? じゃあ次はこれですね。うん、カッコに入れる助数詞を選んでね。うん、Please select the suffix, counter suffix. うん。靴を1買いました。I bought a pair of shoes. うん。なんだろう。
どれかな、どれだろうね。わかるかな。そうそうそう、うん、元の Please choose the counter suffix。 うん、助数詞を選んでね。どれになるかな。あれ、空中だね。ちょっと待って待って。フライングヘッドパイ、うん、なんということでしょう。いや、もうちょっとこっち、ここせっかく混ぜてくれた。あ、トンフィーニャン、ハラハラ、Thank you for coming。 かえりにゃん、わかわか、どうもありがとう、ようこそ、Thank you。 あ、ひまわりにゃんもおやすみ。あれ、充実して過ごしてるかな、大丈夫かな、 Thank you。 ごめんね、そういやひまわりにゃんにさっき挨拶をあんまりしてなかったなと思って。うん、ヘッドパッドありがとう、ダレットニュン。Thank you very much。 どうもありがとう。あ、これ難しいね。でもみんな怒ってるね。お、すごいすごい、やったやった、 Thank you very much。 うん、さあ答えはどれかなということで、あれ、あ、あったあった、あれ。間違えてる、あ、間違えてるかも。ん、あ、まあいいや。答え入れてないね。あ、あったあった、答えこれだ。オッケー、こっちだ。わかりました。即になりますね。あ、Thank you、 ナダリゴニャン、レモンニャン、ジョウニャン、パンダニャン、 Thank you。 そう、即になりますね。うん、そう、アペアオブレックス。足は、足足足足はペアじゃなくて、あの、足に吐くものはペアになるけどさ、足は足って読むよね。うん。まあ、だから、左右合わせて、一足っていうふうに、靴下とかね、数えます。The left and the right side together count as one pair。 うん、そう。でね、この字実はね、足って読んだりもするんだよね。だからわざとこれ書いたんだけど、あ、答えは即です、そうです、そうです、 Thank you、 どうもありがとう。うん、まあ、ベルモットにゃん、ソーリー、 Thank you。 うん、足、この感じと、これと、これね、どっちも足って読みます。足、same meaning。 うん。で、こっちがレックスかな。違う違う、こっちがフィートで、こっちがレックス、うん、になりますね。うん、そうね。ラジジェームス・ジュサさん、うん、 Thank you、 ありがとう、 Welcome Welcome、 どうもありがとうにゃん、いらっしゃい、 Welcome、 ようこそ、 Thank you。うん、マイオシーズン、まこちゃん。あんまり言ってたら怪しいって思われるからいいよ。うん。で、さ、足と足。そう、同じなのは足なの。うんうん。で、数え方のカウンターサフィックスとしては、即って読みますね。足とか、こっちは、って読むし、こっちは脚って読みます。脚
で、助数詞として数えるとき、カウンター、いくつ？一足、二足、二足、シューズ、and socks。 そう、靴とか靴下とかそういうのに使うね。で、1着、2着、1着、2着、ボックスにして、こっちだと、机とか椅子とかになるね。テーブル、チェア、とかになります。ちょっと待って、なんかすごいドワーッと進んだよね。あ、トムにありがとう。Thank you。そうそう、レモンにゃん、ジョーにゃん、キゾンにゃんにありがとう。Thank you。で、ナナミにありがとう。レモンとニャンに Thank you。そう。で、足首は足首ね。OK、それは OK だね。別々さん、はじめまして。ナイスとミーチュー。はじめまして。ありがとうございます。ようこそいらっしゃいませ。ありがとうございます。Thank you。ようこそ。ニーハオ、アンウーハオ、Thank you。Hi, I don't speak Chinese. But thank you. で、足の数え方なんだけど、一足、二足って数えていくと、出てくる絵って見るとわかるように。一足、二足、シューズ、and、スリッパとか、サンダルとか、スリッパ。スリッパはスリッパーなんだよね。スリッパー。スリッパー。で、サンダルス。サンダルス。日本語の音と違うからわかんないんだけど。Thank you, ありがとう。階段が違うよ。階段は、この足の動作の話をしてるね。靴とか、パンダいる。靴とかが多いかな。シューズ&ソックス。で、これが一脚二脚になると、脚、二脚になると、こういうものを脚っていうね。これ、なんていうの、こういうの一脚、三脚、三脚とか、言うよね。このまま一脚とか三脚とかこれ言うからな。テーブル、ちょっと待って、テーブル出すね。
テーブルは4脚？4脚あるでしょ？足が4本あるから、これは4脚のテーブルとか、3脚の椅子。まあ、3脚の椅子とかね、こういうのもあります。3本でしょ？こういう風な言い方をしますね。トリポットっていうの？ああ、そうなんだ。これトリポット。で、こっちがテトラポットなんだ。Thank you, ありがとう。そう。安全靴も靴だからね。同じ数え方だね。あ、フリップフロップスっていうね。確かにね。ありがとう、サンダルはね。うん、いいるにゃん。Thank you, どうもありがとう。そうで、これも、こういう数え方もありますよっていうご紹介ですね。1脚、2脚、for table, chair. になります。OK! もう一個ぐらいできるかな。どれにしようかな。これ難しいね。これ難しいな。これにしよう。OK! So that question?I guess there's a table of legged. あ、レグドって言うんだ。あ、レグド、three legged. あ、一緒だね。Same, same. え、そうなんだ。一緒なんだ。面白いね。で、こっちは X でしょ？だから、英語でも four legged っていう言い方をするんだね。Thank you.一脚二脚は、じゃあ、ワンレッグ、トゥーレッグとか言うの？トゥーレッグ。一緒一緒。面白い。あれでも、フッタになっちゃうの。三脚立てたらまたそっち行っちゃうんだ。こっち、日本だとこっちなんだ、感じなんだけどね。そう、ということで、おやすみ、good night, have a good night, thank you very much, どうもありがとう、おやすみ、thank you, どうもありがとう、そうで、ラストクエスチョンいきますよ、そう、おやすみ、トミー、おやすみ、Take care, thank you. あ、じゃあこれは、この漢字はどのように読みますか？ How to read this 漢字？そう、この漢字はどう読むの？これね。Please tell me in the chat box. なんて読むかな？It's also 熟時君 special 君 reading. これも、熟時君になるね。そう、覚えるしかないの。Just memorize, sorry. これはどう読むのかっていうことなんですが、答えは、答えは今朝になりますね。Thank you very much, どうもありがとう。ラダリアニャン、ジョーニャン、トモゾーニャン。Thank you very much, どうもありがとう。そう、今朝になりますね。This morning. あ、聞いたことあるでしょ？今朝は早く起きてね。まだ眠いの。そう、今朝。
そう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 、ちょっと見てこうね。ちょっと下に書きすぎちゃったかな。これで計算読みます。ちょっとだいぶなんか下手だな。ちょっと待って、はい。ね、今朝は寒かったとか、今朝暑かったとかね。うん、そうだね。Thank you very much. どうもありがとう。うん、Thank you. Have a good day. And thank you for your hard work. 仕事頑張ってね。うん。そう、今朝って読みます。うん。This morning?朝でも朝ね、うん、寒くて目が覚めたとも言うんだけど、今朝 this、 うん、今日のね、今日の朝って言いたいときにここをちょっと強調して